ロシア侵攻開始以降、ウクライナに7400発のミサイル、1600発迎撃。ウクライナ空軍は21日、ロシアは2022年2月の全面侵攻開始以降、ウクライナに対し合計7400発のミサイルを発射し、ウクライナ軍はこのうち1600発を迎撃したと明らかにした。ロシアがこれまでにウクライナへの攻撃に投入したイラン製ドローン、小型無人機シャヘドは3700機で、このうち2900機を撃ち落としたという。ウクライナ空軍のユーリー・イフナット報道官は、ウクライナは巨大な侵略者に直面しているが反撃していると述べた。ミサイルの迎撃率が低いことについては、迎撃が難しい極超音速ミサイルをロシアが投入していることに加え、西側諸国がウクライナに対する地対空ミサイルシステムパトリオットの供給を開始したのが全面侵攻開始からしばらく時間が経ってからだったためと説明した。ロシア軍がドローンを多用する中、安価に製造できるドローンの撃墜に高価な防空ミサイルを使用することに対するジレンマが発生。ウクライナは現在、機関銃を搭載した車両などを利用してドローンを撃墜している。ロシアがウクライナに勝利すれば、アメリカは中国に大きく門戸を開くことになるかもしれない。シンクタンクが警鐘。アメリカがウクライナを見捨てれば、ロシアの勝利は悲惨な結果を招くだろうと戦争アナリストは指摘している。アメリカが手薄になる一方で、中国が力を伸ばし他国に侵攻する可能性もあるという。シンクタンクの戦争研究所 ISW によると、アメリカは人々が考えている以上にこの戦争にはるかに高い利害関係があるという。ウクライナに対するアメリカの軍事支援が滞り、ウクライナがさらなる支援を求める中、あるシンクタンクが警鐘を鳴らしている。ロシアの勝利はウクライナの終わりを意味するだけではないとアナリストは警告している。それは中国に弱体化したアメリカに力を誇示する青信号を与えることになり、アメリカの納税者は国防費強化のために天文学的な金額を負担することになるという。ワシントン D.C. に拠点を置くシンクタンクの戦争研究所 ISW は、ロシアが勝利すればアメリカは米軍とステルス機を東ヨーロッパに移さざるを得なくなり、アメリカは手薄になって中国が台湾の領有権を主張し領土や影響力を拡大する可能性があると警告している。12月14日に公表されたアセスメントの中で、アナリストたちは、アメリカはロシアのプーチン大統領によるウクライナとの2年近くに及ぶこの戦争に、多くの人が考えているよりもはるかに高い利害関係があると指摘している。アナリストたちは、もし西側諸国のウクライナ支援が突然打ち切られるようなことがあれば、アメリカの共和党の議員たちが今脅しているように、それは遅かれ早かれウクライナがロシア軍を撃退する能力を崩壊させ、最終的にはプーチン大統領がウクライナを支配することになると主張している。そして欧米の軍事支援を通じてウクライナがロシアとの戦線を維持するのを助けることは、ウクライナがこの戦争に負けるよりもアメリカにとってはるかに有益でコストが抑えられるという。アメリカの連邦議会の共和党議員はウクライナへの追加支援を阻止していて、バイデン大統領はアメリカとメキシコの国境に関する極端な共和党の協議事項を強行するために予算を人質に取っていると非難している。共和党議員の中には、ウクライナを支援する代わりに移民政策や国境警備を強化するための予算を増やすよう求める声もあるが、ウクライナへのこれ以上の資金援助を否定する右派議員もいる。ISW によると、アメリカが全ての軍事支援を打ち切り、ヨーロッパもそれに倣えば、ロシアによるウクライナ全土の占領は決して不可能ではないという。そのような結果になれば、黒海から北極海にかけてボロボロになりながらも勝利したロシア軍が NATO の国境へ迫ってくることになると専門家らは指摘している。そうすると、アメリカはロシアの完全な勝利の後、その新たな脅威を抑止し防衛するために地上部隊のかなりの部分を東ヨーロッパに配備せざるを得なくなるだろうという。さらにロシアは NATO の国境に直接防空システムを移動させることができるため、アメリカはヨーロッパに多数のステルス機を駐留させなければならないと ISW は述べている。これらの戦闘機の製造と維持には確かに膨大なコストがかかる。そして
急いで製造することが難しいため、アメリカは台湾や他のアジアの同盟国を守るためにアジアに十分な数を確保するか、 NATO の同盟国に対するロシアの攻撃を抑止または撃退するか、恐ろしい選択を迫られることになるだろうと ISW は指摘している。莫大な費用がかかり、それがいつまでも続く可能性があるとアナリストたちは警鐘を鳴らしている。そして中国が台湾に侵攻した場合、これが台湾を防衛するアメリカの能力を低下させることになるという。重要なステルス機群をヨーロッパに投入する必要性は、中国の台湾侵攻に効果的に対応するアメリカの能力を著しく低下させる可能性がある。なぜなら、台湾をめぐる全てのシナリオはヨーロッパを防衛するために必要となるのと同じステルス機に大きく依存しているからだと ISW は指摘している。その上で、こうした防衛手段にかかるコストは天文学的なものになり、米軍がロシアと中国のどちらか、あるいは両方を同時に対処するための準備や体制を十分に整えられない非常にリスクの高い時期を伴うことになるだろうと付け加えた。ウクライナ国防省、海外滞在のウクライナ男性を来年徴収。ロシアと戦争中のウクライナが現在海外に滞在している自国の男性を徴収すると発表した。ウクライナは戦争の長期化に備えて50万人の追加兵力を動員する計画だ。ウクライナのルステム・ウメロウ国防相は21日現地時間ドイツ紙とのインタビューで、来年欧州などに滞在中の25、60歳の男性にウクライナ軍徴兵所に申告を求めると明らかにした。ウメロウ国防相は要請に応じなければ処罰するとし、自発的に来ない場合どうすべきかを協議中と話した。同時に兵力を動員するときに重要なことは公正性とし、今後動員当事者にはどのように訓練を受け、武装をしていつ動員され除隊するのか事前に告知されると明らかにした。戦争勃発直後、ウクライナ当局は総動員令を発令し、成人男性の出国を禁止した。しかし一部の男性はこれに反して海外に逃げた。欧州連合 EU の統計局であるユーロスタットによると、徴収対象年齢のウクライナ人男性65万人が EU やスイス、リヒテンシュタイン、ノルウェーに滞在している。ロシア兵を襲うネズミ熱、ウクライナ戦場で猛威振るう。ウクライナ国防省情報総局GUR によると、同国に侵攻したロシア軍兵士の間でネズミ熱と呼ばれる病気が流行している。ネズミなどの齧歯類が媒介し、感染すると嘔吐や目からの出血などの症状を引き起こすという。2年近く続くウクライナ侵攻が膠着状態に陥りつつある中で、ロシア軍の兵士が劣悪な環境に置かれていることを示している。 GUR はテレグラムへの投稿で、ウクライナ北東部ハルキウ州クピャンスク近くに展開するロシア兵がネズミ熱によってバタバタと倒れていると説明した。症状には激しい頭痛や発熱、発疹、低血圧、吐き気、嘔吐、目からの出血があり、初期症状はインフルエンザに似ているという。腎臓にも影響を及ぼし、感染者は腰に激しい痛みを感じ排尿困難になるとも説明している。齧歯類の排泄物のホコリを吸い込んだり、汚染された食べ物を口にしたりすることで感染するとされる。 GUR はこの病気に関する兵士からの訴えがロシア軍の司令部から戦闘任務を回避するための口実だとみなされ、無視されていると指摘した。ロシア軍で病気が蔓延しているとの情報の信憑性は確認されていない。フォーブスはロシア国防省にコメントを求めたものの回答はなかった。GUR は病気の正体を特定していないが、ウイルス性だと説明している。このことや感染経路、症状を踏まえると、腎症構成出血熱、HFRS の可能性がある。米疾病対策センター、CDC によると、HFRS はハンタウイルスによって引き起こされる。呼吸器系の感染症を引き起こすこともあるハンタウイルスは、齧歯類が媒介。その排泄物や唾液が傷口や目、鼻、口の粘膜に直接触れたりすることで感染する。特別な治療法や薬、ワクチンなどはなく、ハンタウイルス感染の第一の予防策はネズミの駆除だという。ハンタウイルス感染の致死率は
ウイルスや感染症の種類により 1% 未満、38% と幅がある。また、複数の報道機関によると、ロシア軍で広がっている病気は素行症である可能性もある。感染経路は HFRS と似ており、症状は発熱、嘔吐、頭痛、筋肉痛、関節痛、発疹など。CDC によると、重症化したり、死に至ったりする可能性もあるという。